DTV。 なんと綾野剛主演の DTV オリジナル映画パンク侍切られて候が早くも配信開始。他にも話題の映画と連動したオリジナルドラマ、さらに一気見したいメガヒット作が目白押し。全部の話題作が500円で見放題なのは DTV だけ。年末年始はドラマ見れ。おはよう。おはよう。朝起きて一番初めに思うこと、それはこの幸せがいつまで続くのかということ。はい、ステージ、おはよう。この前の検査の結果、特に変化なかったわ。待ってれば必ずチャンスは来るから。チャンスね。ねえ、今日も遅くなる？多分。でも奈良早で帰るよ。本当？じゃあハンバーグ作って待ってようかな。マジ？絶対早く帰ろう。あ、じゃあ俺コンビニ寄ってから行くから。うん。バレたらめんどくせえじゃん。分かってる。後でね。それ捨てといて。おはよう。おはようございます。
大丈夫ですか？新藤さん、武蔵屋の広告料の見積もり20部コピーしました。ありがとう、神崎さん。ちゃんと仕事して。はい。あの子、完全に玉の輿狙いだよね。こうき君もあんな貧乏なり騙されてかわいそう。笑い顔まで景品。身の程を知ってほしいよね。はい。今の日本は格差社会なんだそうだ。今朝ニュースキャスターが言ってた。私の勤めるこの広告会社の社員たちは両家の子女が大半を占めている。その中でも後期はトップクラスの名家の出身だ。後期の家は代々続く名門政治家一族だ。おじいさんは元総理大臣、お父さんは現職の衆議院議員、お姉さんも政治家に嫁いでいる。まるで日本版ケネディ一家だ。すいません、これ作ったんすけど、どうすか？後期自身は政治家になるつもりはないみたいだけど。これこれ、あ、かわいい。お嬢様たちから見ればただの派遣社員の私と後期は格差カップルということらしい。ちなみに私の家は、はい。え、母が？セナ！あれが私の母。スナックのママをやりながら一応女で一つで私を育ててくれた。付け加えると、私は父親が誰かわからない。仕事中に何？だってあんた全然連絡してこないじゃないのね。うまくやってんのかねと。やめてよ。どうにかして玉の輿に乗んのよ。そんなこと言いに来たの？それだけじゃないよ。ほらこれ、イナゴの佃煮。いらない。彼と食べな。ねえ、ほらほら、せっかく持ってきたんだからさ。じゃあね、もう帰ってよ。はいはい。ね、うまくやるんだよ。フレーフェ。私の家と後期の家じゃ格差がありすぎる。何見てんのよ。そんなことは私が一番わかっている。でも付き合い始めてもう3年。好きだからずっと一緒にいる。今の私にとってはそれが全て。はあ、もう営業なんかやだよ。俺 CM 作りたくて広告会社入ったのにさ。今の仕事頑張ってればきっとチャンス来るよ。セーラー、俺の夢応援してくれんのセーラーだけだよ。マジで？マジで？まだそんなこと言ってんの？本当ありえない。憧れの椿さんですね。あの人に認められるやな。ちょっとあなた。俺？あなたクリエイティブ試験受けたそうね。はい。実地試験のチャンスをあげる。すぐに来て。はい。そこに捨てるな。は？環境大臣やってたんだろう、あんたの親父さん。だったらなんだよ。
私片付けますから新藤さん仕事に行ってください。ありがとう。見え見え、玉残しのためだもんね。ま、貧乏女にはゴミがお似合いだけどね。すいませんでした。どうしました？だけどね、見えてこないんだよね、企画のコンセプトが。一言で言うと何？はい、一言で言いますと、その…一言で言うと、融合です。道と性、大と小、そして男と女。これらの相反するものを融合させて、まだ見ぬ未知なるパワーを生み出す、それがコンセプトです。なるほど。なんだよ。なんだよじゃないわよ。奇跡だよ聖人、心臓移植のドナーが見つかったの。俺に？高い人のキャンセルが重なって、ドナーに一番近いあなたが選ばれたの。これでもっと生きられるよ。本当よかった。時間がないからあと1時間で病院に来て。絶対遅れちゃダメだからね。これが最後のチャンス。次はないから。よし。お弁当持ってこっかな。今のあなたじゃクリエイティブに来ても使い物にならない。本気で CM 作りたいの？どうしたらいいですか？あなたは何でも揃っている家に生まれた。だから飢えてない。この世界で夢をつかみたいなら貪欲にならなきゃダメ。欲しいものは何でも奪いなさい。
って言ったじゃん。夢は諦めて、あんたは産んではいけない子だった。朝起きて一番初めに思うこと、それはこの幸せがいつまで続くのかということ。掃除のおっさんだ。どうして？たまたま通りかかった。だからって？誰にも連絡つかなかったそうだ。家族にも進藤浩輝にも。すいません、彼女が事故に遭ったって。彼女が事故に遭った時、あなたは私を抱いていた。それでもしれっと彼女のもとに駆けつける。クリエイティブの才能はなくても政治家の才能はあるみたいね。セイナ、ごめん、すぐ来れなくて。ほんとごめん、急に亮太に呼び出されてさ、なんか片思いの砂とかいる。私見たの。え？昨日の夜、後期にお弁当を届けようと思って会社に行った。そしたら後期は椿さんと。違うんだ、あれは椿さんが。やめてよ。誰に何を言われても、格差カップルとか言われても、二人が幸せならそれでいいと思ってた。私は浩輝が好きだったから。セラ。でも私が一番そばにいてほしい時に浩輝はそばにいてくれなかった。死んじゃえばよかった。どうして？なんで来なかったの？政治に移植されるはずだった心臓は他の患者さんに回されたわ。俺は人助けをしたってわけだ。ふざけないで。発病して10年、待って待って、
やっと現れたドーナーだったんだよ。次のチャンスはいつになるか。次はないだろう。分かってるならどうして。昨日の夜どこにいたの。これ JK 観光のセットプランのデータです。ありがとう。わ、なんかいい感じ。うまくいくわけなかったんだって。こうきくんと貧乏女じゃ。5番します。はい。何してかしたんすか先輩。言いたくない。なんだよ、ちゃんと捨てりゃいいんだろ。関心だな、ボンボン。ボンボンじゃねえよ。だいたいなんであんた俺の家のこと知ってんだよ。あの、森山誠司さんっていらっしゃいますか。おお、今日は体調悪いって今早退しましたよね。あの、先日はありがとうございました。ちゃんとお礼もせずに。これ、よかったら。あの、大丈夫ですか？体調悪いって。サボりだ。そうは見えませんけど、送っていきましょうか。いい、近くだ。近くならなおさら、送っていきますよ。はあ、これで貸し借りはなしだ。そんな言い方、貸しとか借りとかそういう風に割り切った言い方なんか嫌です。人ってそんなに分かりやすいものじゃないと思うし。金持ちとか貧乏とか幸せとか不幸せとか、大丈夫なのか親父。当たり前だ。でも本会議中に倒れるなんてさ。ちょっと疲れが溜まっただけだ。お前の仕事はどうだ。まだ営業、次の移動でクリエイティブ移れればいいけどね。そうか、お前は広告の世界で生きろ。政治家になる必要はない。あ、コウキさんと同棲していた女性は部屋を出たようです。原因は何なの。コウキさんの浮気です。わしの孫だな、政治家向きだ。何、俺に話って。彼女と別れたんですってね。ちょうどよかったわ。何これ。あなたの会社の社長令嬢、
釣り合い的には申し分ないんじゃない。俺はそういうのと関係ない世界で生きるんだよ。ここが私の生まれ育った町。光輝の育った家とは大違い。なんで付き合ってたのか自分でも不思議なくらいだ。いらっしゃい。おお、セナちゃんおかえり。ちょっと何をやってんだよお前は。あんな冗談めったにないって言ってんだろ。そういう言い方やめてよ。さっき電話があったよ。ここに迎えに来るってさ。逃がすんじゃないよ。セナ、こんなとこまで来ないでよ。話聞いてくれよ。何を話すの？あんなことして。しょうがなかったんだよ。しょうがなかった。俺だって夢があんだよ。だから浮気するのはしょうがないこと。私が光輝と一緒にいるにはそれも黙って見過ごせっていうの？ねえ、どうなの？バカにしないでよ。笑っている人たちはみんな本当に幸せで笑っているのかな。私には行く場所がない。何してる？別に。捨てられたピアノで奏でるメロディーをただ聴いていた。それだけで私の心は少し軽くなった。セナさん、ランチ一緒に行きません？あ、ごめん、ちょっと他の人と食べようと思って。誰と食べるんですかね。
知らねえよ。うーわ、貧乏女、掃除のおっさんと一緒にお弁当食べてるよ。ま、お似合いだけどね。この会社には異常に格差とか気にする人がいるんですよね。私なんか派遣社員だし、貧乏の母子家庭の出だし、肩に狭いんです。あ、つまんないですよね、こんな話。俺と付き合え。速報です。立政党の新藤睦夫衆議院議員の容体が急変したとのニュースが入りました。新藤氏は先日の本会議中に倒れ、都内の自宅で療養中でした。病状などの詳しい情報が入り次第お伝えします。こうなった以上、お前が無償の後を継ぎ、次の選挙に立候補する。何言ってるんです。俺は政治家になんかならない。 CM を作るのが夢なんです。親父もそれでいいって。父さんだって本当は継いでほしい。姉さんには何にもわからないよ。とにかく俺はこの家とは関係なく自分の力で生きていく。お前は自分の力で生きてきたわけじゃない。どういう意味ですか。今の会社に就職できたの、睦夫がお前のために社長に手を回したからだ。お前の実力じゃない。え？おはようございます。誰の曲ですか？なんかいいメロディーだなと思って。お父さん大丈夫ですか？俺お前と同じでコネ入社だったのかも。まったく、何でもかんでも人の人生にレール敷きやがって。いいじゃないですか、コネでも。コネは無形財産ですって。お前が羨ましいよ。今度こそ実力でクリエイティブ職掴んでやる。先輩は実力あるし、きっと大丈夫っすよ。残念だったわね。私と寝ればクリエイティブに移動できると思った。はっきり言ってあなたにクリエイティブの才能はないわ。政治家の方が向いてるんじゃない？あの、これから浩喜先輩と飲みに行くんですけど、俺の代わりに行ってもらえません？なんで私が？浩喜先輩、いろいろあって落ち込んじゃって。瀬名さんじゃなきゃダメだと思うからね。先輩、ここにいますから。俺と付き合え。またそんなこと急に言われても。
どうしたの？セナ。俺には何にもない。俺にはセナしかいない。やり直そう。やり直せない。後期は私の気持ちは考えないの？セナの気持ち？自分がやり直したいって言ったら私がすぐ機嫌直してついてくると思った。私ずっと不安だった。不安？後期には分からないよね。私が今まで会社でどんな気持ちでいたか。そんな時にあんなところを見て。もう二度としないから。絶対俺にはセナが必要なんだ。ずっと一緒にいたい。やっぱり無理なんだよ一緒にいるのは。コウキ、同棲するときお母さんに挨拶してくれたよね。それは嬉しかったけど、でもコウキの家族には紹介してくれなかった。それは私がふさわしくないからだよね。コウキの家に。そんなことない。俺は気になる人がいるの。え？付き合えって言いましたよね。ああ。私今は誰とも付き合う気はありません。でもあなたといるとなぜか安心するんです。したんですか？救急車？救急車？陽子？発作は落ち着いたわ。あとは安静にしてろとしか言えない。やばいって顔に書いてあるぞ。医者失格だな。ふざけないで。ふざけてない。受け入れてるだけだ。諦めてるだけじゃん。なんであの時心臓移植してれば。彼女は外で待ってる。突発性拡張型心筋症。
大した病気じゃない。もう遅い、帰れ。ここにいます。いさせてください。そばにいてほしい。彼の手のぬくもりがそう言っている気がした。そして私もこの人のそばにいたい。そう思わずにはいられなかった。 DTV なんと綾野剛主演の DTV オリジナル映画「パンク侍切られて候」が早くも配信開始。他にも話題の映画と連動したオリジナルドラマ、さらに一気見したいメガヒット作が目白押し。全部の話題作が500円で見放題なのは DTV だけ。年末年始はドラマ見れ。もしもし、姉さん。親父が？親父。コウキ君、この度は本当に急なことで。社長、わざわざ。今日は社長として来たわけじゃない。君のお父さんとは学生時代からの親友だったからね。まあ、お互いの子供を結婚させて家族になっちまおうなんて話したりして。本気で俺に政治家になれと言うんですか？お前が生まれた時から決まっていたことだ。勝手なこと。勝手なことを言って自分の宿命から逃げてるのはお前だ。宿命？新道家の長男としてこの世に生を受けた時にお前は政治家になることを宿命づけられた。それがどんなに幸せなことか分かるか？世の中には訳のわからないまま一生を終えていく人間であふれてる。政治家として意義のある人生を送れることを幸せと思い。広告会社で営業を続けるより政治家になって父さんの意思を継ぐ方が意義のある人生だと思う。父さんの意思、それができるのはあなただけなのよ。少し考えさせてくれないかな。覚悟を決めたら梨花さんとの縁談を進めるぞ。それとこれとは話が別だろ。だから嫌なんだ、うちの考え方は。コウキ、待
ちなさい。結婚っていうのはね。姉さんに言われたくないよ。姉さんは政略結婚した？なあ、確かに私は親に言われた通り政治家の夫に嫁いだ。でもそれは新道家の人間として意義のある人生を選びたいって自分の意思で決めたことなの。もし私が長男に生まれていたら喜んで父さんの後を継いでるわ。政治家になるのは考える。だけど結婚だけは好きな人としたいんだ。如月。はい。後期の女ってのはどんな女だ？神崎瀬名。後期さんと同じ会社の派遣社員です。お任せください。はい、どうぞ。すいません。本当はね、医者には守秘義務があるんだけど、誠治の幼なじみとしてあなたに話しておく。誠治の拡張型心筋症、かなり悪化してるの。治らないんですか？できることは全てやった。あとは移植しかないの。移植？今ね、この日本で心臓移植が必要と考えられている患者さんは年間約600人。その中で実際ドナーが現れるのは10人程度。わかる？ずっと待っててもいつドナーが現れるかどうか。じゃあどうすれば？静かに生きるチャンスを待つしかないの。ただ問題なのは、誠治は生きることに執着してないの。そんな。あなた、誠治の力になれる？陽子の差し金か。そんなんじゃないけど、少しでも体に優しいものを食べた方がいいんじゃないかと思って。同情か。いや、同情なんかじゃ。じゃあなんだ？悪くない。悪くないですか？普通お世辞でも美味しいって言うもんじゃないですか？俺はマザコンだ。お袋の味以外は全部同じだ。自分で言いますか、マザコンって。最低だ。人間もピアノも。また何か弾いてくださいよ。
あの、この前口笛で吹いてた曲。もしも願いが叶うなら、時計を止めてずっとこのままこの曲を聴いていたい。どうしたんですか？中途半端な曲だ。続き弾いてください。なんか政治家になるんですか？まだ決めたわけじゃないけど、仮に政治家になるとしてもだ、俺は瀬名と結婚する。なんか話つながってないような気がしますけどね。俺の中では同じ問題なんだよ。どうもよかったですよ。頑張ってくれたんですよ。セラ、お父さんのこと大変だったね。そのことで話があるんだ。どうして光輝の家のことで私に話があるの？それはセラが好きだから。セナとどういう関係なんだよ。さあな、俺の家のことで何か企んでんのか？調べてほしい男がいるんだ。どうですか？悪くない。まただマザコン。うるさい。お母さんってどんな人だったんですか？小料理屋のおかみだ。女手一つで俺を育てた。うちと似てる。うちはスナックのママだけど、お父さんは？知らない。私も知らない。そっか、私たち似た者同士なんですね。阿部君、あなたが社内コンペに出した企画面白かったわよ。
マジっすか。どうしたんですか。思い出した、森山誠司だ。え、誰ですか。彼作曲家よ。20年くらい前にすごいいい曲書いてた。才能の塊みたいなね。消えたと思ったらこんなところにいたんだ。どうして。中学高校とアメリカに留学していましたので、英語ならネイティブ並みに話せます。それじゃ政治家の妻にぴったりよね。頼もしいことですな。いえいえ、まだまだ世間知らずで。勝手に縁談を進めないでください。政治家になるならあの娘との結婚は絶対だ。だったら俺は政治家になんかならない。だったら家を捨てろ。あの娘の父親はお前の会社の社長だ。会社にいられなくなるぞ。一人で生きていけんのか、お前が。生きてくさ。頼まれていた件です。キサラギ、お前はじいさんの味方だよな。私は誰の味方でもありません。失礼します。俺、セナのこと愛してるんです。で、俺にどうしろって？あなたのこと調べました。あえて失礼な言い方しますけど、あなたには何もない。金のことだけじゃない。病気のことです。生きる時間もないあなたがどうやってセナを守っていくんですか。守る。ええ、あなたじゃセナを守れない。あいつはいろいろと苦労してきたんです。だから俺が守ってやりたい。そのために俺が家を捨てることになっても。セナに近づくのやめてもらえませんか。何しに来た。いい加減やめてくんねえかな、人のこと見下すの。見下してなんか。自分より下の人間といると楽なんだろう。そんな。俺はお前に見下されるほど落ちぶれてない。なんでそんなこと。バカ女にははっきり言ってやんなきゃ分かんないだろう。帰ってくれ。
取り込み中なんだ。わかりました。もう来ません。本当にこれでよかったの？早く服着ろ。どこに帰ればいいんだろう。私にはもう帰る場所がない。そばにいてくれる人ももういない。セナ、ごめん。どうしても会いたくて探してた。俺なんかと会いたくないかもしれないけど、ごめん。謝ってばっかり。ごめん。また。よかった。久しぶりにセナの笑顔を見た。セナ。愛してるんだ。戻ってこいよ。一緒にいたかったんだ。みんな俺のこと振動家のボンボンとしか見てくれない。でもセナだけは、セナだけはちゃんと俺を見て俺の夢を応援してくれた。それなのに俺はセナを傷つけて嘘ついて言い訳ばっかりして、どれだけ傷ついたか、セナの気持ち全然分かってあげられなくて。でも自分の気持ちならはっきり分かる。セナを愛してる。結婚してほしい。すぐにじゃなくていい。ずっと一緒にいたいんだ。でも後期の家は、俺は家を捨てる。セナを守りたい。過去の嫌な思い出も、未来への漠然とした不安も、何もかも吹っ飛んでしまうくらい今の好機は信じられた。大丈夫。駅前のあれ食べた？食べ
れた。待ってたんでしょ。あや。ほど好きみたいね。好きだからって、あんな家の娘と新郎家の長男を結婚させられるか。別れてもらえ。でもどうやって。キサラギ。はい。瑞希についてってやれ。かしこまりました。もう戻ってくんじゃないよ。分かってる。女はね、若いうちが勝負なんだからね。しっかり加え込んでおきな。だからその言い方やめてよ。だって加え込んでんだろ。あ、まだ準備中だけど。光輝と別れていただけませんか。光輝は知ってるんですか。あの子はまだ何も分かっていないから。分かってないのはあんたでしょう。え、いいかい、好きな者同士を別れさせて何が楽しいの。新道家の人間は好きとか楽しいだけで生きるわけにはいかないんです。お高く泊まってんじゃないよ。大切なお嬢さんのことですから、ただで別れてくれとは言いません。少ないようでしたらおっしゃってください。いらないよこんなもん。遠慮なさらずに。お店の経営も苦しいとか。なめんじゃないわよ。いいかい、こんな店だけどね、私は女手一つで娘を育て上げたし、税金だって年金だってちゃんと納めてんだから、あんたらに舐められる筋合いはないね。あなたたちはなぜ人の気持ちを少しも考えないんですか。私別れませんから。の強い女のようだわ。お任せください。次の手があります。俺会社辞める。え、俺コネ入社だったんだよ。親の力で入った会社にはいられない。転職して自分の力で生きていこうと思ってる。セナと一緒に。女、やっと化けの皮が剥がれた。なんだよこれ。ちょっと手伝ってください。先輩も何やってんすか。
ことで幸喜君も目が覚めるだろう。この清掃員にも辞めてもらう。困るんだよね。代理店としてはイメージが大事なんだよ。しかも君、派遣の立場で。わかるよね。行かないんですか？行かないなら俺行きますよ。先輩！別れよう。あの男のことが好きなのか？あの人と私、育った境遇が似てるの。だから一緒にいると安心する。あの人は浩喜の家の人みたいに私を見下したりしなかった。今俺の家のことは関係ないだろ。あるよ。なんで私たちを別れさせるためにビラなんか貼ったりするの？手切れ金なんて渡そうとするの？え？やっぱり浩喜とは生きる世界が違いすぎる。一緒にいてもうまく生きっこない。別れたくない。さよなら。誰かにそばにいてほしい。そう思った時にあの人がいた。あなた、なんで電工堂さん辞めたの？会社辞める。妨害。お金持ちに嫌われちゃって。悪い子踏み潰すみたいに台無しにすんじゃねえ。誠治、誠治、しっかりして。少し